山口市の地域おこし協力隊の活動報告会は9月28日、中心商店街の3カ所で開かれ、中心商店街と湯田地域で活動する隊員6人がそれぞれ取り組む活性化策を PR しました。参加したのは中心商店街の山根由紀子さんと中野翔平さん、湯田地域の葛巻元気さんと田中雄介さん、山口市版地域おこし協力隊として大内塗りの振興に取り組む金子雄貴さんと津村舞さん。小金町の工房木地市金子では金子さんが大内人形の下地となる生地を作る過程を披露しました。材料のエゴノキを切り、旋盤で木材を回転させながら人形の形に削り出しました。大内塗りの技術の習得について、漆の扱いは難しいが、市の支援や熟練の先輩たちの指導など恵まれた環境で集中して習得に努められていると充実感を口にしました。9月末で卒業した山根さんは、活動を通して山口への愛着が湧いた、今後も市内で活動していきたいと話しました。